こんにちは、クリッカーツッキーです。1977年に F1 に参戦を開始したフランスの自動車メーカールノー。しかしエンジンを自制するフルコンストラクターとしては通算35勝を記録しており、2005年と2006年には当時最強だったミハイル・シューマッハ、フェラーリを破り、ドライバーズ・フェルナンド・アロンソ、コンストラクターズのダブルタイトルを獲得しました。そして来シーズンはカルロス・サインズ・ジュニアに代わり、ダニエル・リカルド・レッドブルの移籍が発表され、今注目されているチームの一つでもあります。そんなルノーさんから F1 日本グランプリピットツアーのご招待をいただき、夢のような体験をしてきました。10月6日土曜日、今日は待ちに待ったルノー F1 ピットツアーの日。いつか F1 の裏側を見てみたい、そんな憧れを抱きながら参戦し続けること早12年、ついに夢が叶う瞬間がやってきました。写真付きのパスをもらい、ゲートをくぐるといつもテレビで見ている景色が目の前に広がります。ずっと行きたかった憧れの場所、言葉にならないほど感動しました。そして一息つく暇もなくルノーのガレージへ。パドックに入っただけで大興奮なのに、いきなりルノーのガレージとはもう思考回路ショート寸前です。ガレージに入ると壁一面にトランシーバーが置かれていました。こちらは各セクションごとに用意されていて、それぞれ異なった回線でやり取りしているのだそうです。ガレージではフリー走行3、予選に向けてマシンの調整中、なんとも言えない緊張感が漂っていました。ドライバー頭部保護のため今シーズンから導入されたハローを発見。重さは7キロあり、バス3台分の重さに耐えられるのだそうです。ステアリングも持たせてもらいました。とは言ってもステアリングは1個うん十万円もする高級品、落としたらどうしよう恐る恐る持っていると、サンプルだからいろいろ触っても大丈夫だよと声をかけてもらいましたが、それでもやっぱり緊張しますね。ステアリングには様々なダイヤルやスイッチがついており、レース中にこれらを操作しながら走行しているなんて信じられない。改めてドライバーの凄さを実感しました。ニコ・ヒルケンベルグとクルーのヘルメットを発見。かっこいい。ちなみにクルーのヘルメットが鳥に見えるのは私だけでしょうか。フリー走行3はガレージ内で見せてもらったのですが、マシンの温度、匂い、音、すべてに包まれ感動しっぱなし。マシン配置位置は決められていて、ガレージ内から見て向かって左がヒルゲンベルグ、右がカルロス・サインズ・ジュニアです。クルーが混乱しないよう、一度決めたらずっとこの位置なのだそう。ちなみにこの中で作業ができる人はそれぞれ15人までとルールで決められているそうです。マシンがガレージに戻ってくるとお立ち台が登場しました。ハロが装着されるまではマシンの乗り降りはお手の物でしたが、今年から少し大変そう。お立ち台を使い、サインズジュニアがマシンから降りてきます。目の前でヘルメットを外すサインズジュニア、普段見せる優しい笑顔とは対照的な真剣な眼差しが素敵です。セッションが終わりに近づいてくる頃、ヒルケンベルグが S 字コーナーの出口でマシンのリアエンドからタイヤバリアにクラッシュ。クルーは大慌てで修復作業の準備を始めます。特にリアの破損が激しく、予選に間に合うのかなと心配したのですが、2時間後にはいつも通り走り出したのだからさすがです。ルノーのホスピタリティにもお邪魔しました。ここはドライバーやスタッフ、チーム関係者が食事や休憩、打ち合わせなどを行う場所で、とても日本とは思えない、まるで海外に来たかのような空間でびっくり。しかもドライバーも普通に出入りしているので、もう緊張しっぱなしです。ヒルケンベルグは生ハムメロンを食べていましたよ。ドライバー2人ともとても優しく、気さくに一緒に写真を撮ってくれました。来年からサインズジュニアがいなくなってしまうのは少し寂しいですが、マクラーレンでも頑張ってほしいですよね。そしてパドックではたくさんのドライバーに出会うことができたので、ここで少しだけ紹介しちゃいます。モデルのようにスタイルがいいホースインディアのエステバン・オコン、186センチ。来シーズンのシートがまだ決まっていなくて心配です。メルセデスが日本グランプリでファンをサプライズでパドックに招待し、神対応で好感度が急上昇したバルテリ・ボッタス、何度も何度も見たくなる素敵な動画でした。2011年、イタリアで開催されたラリーイベントで大クラッシュにより F1 から姿を消したロバート・クビザ、ウィリアムズに会えました。おかえり。またいつか F1 で戦っている姿を見たいものです。4度のワールドチャンピオン、ルイス・ハミルトン、メルセデスにも会えました。
さすがチャンピオン、オーラが別格です。パドックの中を颯爽とキックスケーターで移動していたので写真は無理かなと思ったのですが、妹に託された手作りフラッグを見せたら立ち止まってくれました。サンキュールイス。アイスマンことキミライコネン、フェラーリは常に走り回っていました。なぜかって、ファンから逃げるためです。ライコネンと対照的に優しかったのがチームメイトのセバスチャン・ベッテル。 How are you? と声をかけてくれましたよ。こちらで紹介した以外にもほとんどのドライバーを目の前で見ることができ、ドライバー大好きな私にとっては鼻血ものでした。いつか行ってみたいと思っていたパドックエリアとガレージ、目の前に広がった F1 の世界は全てが洗練されていて、さすが世界最高峰のレースだなと体感させてくれました。ルノーさん、最高の時間をありがとうございました。